町にやってきたジンジャーブレッドマン。昔々あるところに村から逃げ出したジンジャーブレッドマンがいました。走れ走れ、全力疾走だ。誰にも止められないぞ。僕はジンジャーブレッドマンなんだ。ジンジャーブレッドマンがあまりにも速く走るので、おばあさん、大きな牛、ぽっちゃりな豚、混乱した鶏、お腹を空かせた狐、うぶなカラスは追いつけません。もうクタクタだわ。ジンジャーブレッドマンは捕まえられないわね。村の農場に戻りましょう。言っただろ、誰にも止められないぞ。だって僕はジンジャーブレッドマンなんだ。ジンジャーブレッドマンは長い間走り続け、ついに町にやってきました。しかし、あふれかえった人の足の間を縫って走るのは簡単ではありません。町を走るのは村よりもずっと大変だな。ジンジャーブレッドマンは町の市場にやってきました。魚屋さんの前を駆け抜けるとき、うっかり魚の箱を落としてしまいます。走れ走れ走れ。魚屋さんが飛び出してくると、ジンジャーブレッドマンを捕まえようと走り出します。捕まえてやるぞ、ジンジャーブレッドマン。走れ走れ、魚屋さんでも捕まえられないぞ。僕はジンジャーブレッドマンなんだ。捕まえてみなよ。ジンジャーブレッドマンが魚屋さんを引き連れて走っているとき、道端で寝ていた猫を飛び越えます。猫は焼きたてのジンジャーブレッドの匂いに気づくと飛び起きました。そして捕まえようと走り出します。捕まえてやるわよ、みゃー。走れ。猫さんも全力疾走だ。魚屋さんも追いかけてるけど誰にも止められないぞ。僕はジンジャーブレッドマンなんだ。君にも無理だよ。魚屋さんと猫がジンジャーブレッドマンを追いかけているとき、道端にいた犬がその様子に気づきます。ワンワン、ジンジャーブレッドだ。それもとびきり美味しそうじゃないか。逃げるなよ、捕まえてやるぞ。犬も追いかけてきていることにジンジャーブレッドマンは気づきます。走れ走れ、犬さんも全力疾走だ。魚屋さんも不機嫌な猫さんも追いかけてるけど誰にも止められないぞ。君にも無理だよ。だって僕はジンジャーブレッドマンなんだ。ジンジャーブレッドマンが魚屋さんと不機嫌な猫と大きな犬を引き連れて町の中を走っているとき、チーズをかじっていたネズミがその様子に気づきます。ふーん、美味しそうなジンジャーブレッドの匂いがするぞ。うん、チーズは後回しだ。こうしてネズミも追いかけっこに参加します。好きなだけ走れよ、ジンジャーブレッドマン。僕からは逃げられないぞ。走れ走れ、ネズミさんも全力疾走だ。魚屋さんも不機嫌な猫さんも大きな犬さんだって捕まえられないんだぜ。君にも無理だよ。だって僕はジンジャーブレッドマンなんだ。ジンジャーブレッドマンがあまりにも速く走るので、魚屋さん、不機嫌な猫、大きな犬をかなり引き離していました。僕は世界一賢くて足が速いクッキーなんだ。みんな聞こえるかい？誰にも止められないぞ。だって僕はジンジャーブレッドマンなんだ。その時、目の前に溝が現れます。ジンジャーブレッドマンは気づかずに落ちてしまいました。うわあ！しばらくして魚屋さん、
不機嫌な猫、大きな犬、そしてネズミがやってきました。下水の穴を覗き込み、皆が一斉にネズミに目をやります。そんな目で見ないでくれよ。町のネズミなんだぜ。下水には入らないぜ。そして誰もジンジャーブレッドマンを助け出せないとわかると、みんな家に帰ることにします。しかし下水の穴がジンジャーブレッドマンを止められるわけがありません。その柔軟な体と才能を駆使して穴から這い上がりました。魚屋さん、猫、犬、ネズミが這い出してきたジンジャーブレッドマンを見ると再び追いかけます。下水の穴にだって止められないんだぜ。だって僕はジンジャーブレッドマンなんだ。するとその時、道路の真ん中で動けなくなってしまいます。さらに魚屋さん、猫、犬、ネズミはすぐそこまで迫ってきています。車やバイクがジンジャーブレッドマンのすぐそばを走り抜け、右も左も前も後ろも逃げ場がありません。ジンジャーブレッドマンは怯えていました。どうすればいいんだ。車にひかれたら粉々になっちゃうよ。どうしよう。その時、信号の上にいたずる賢いカモメがジンジャーブレッドマンに気づきます。ん？ジンジャーブレッド？それも道のど真ん中だぞ。待ってろよ、ジンジャーブレッドマン。カモメはジンジャーブレッドマンの元へ飛んでいきます。俺が必要だろ。お望みならこの道の真ん中から助けてやってもいいんだぜ。でも僕を食べたりしない？心配すんなって。今日は腹いっぱいだから君を食べたりしないよ。ジンジャーブレッドマンはカモメを信じ、その背中に飛び乗ります。魚屋さん、猫、犬、ネズミはカモメに乗って飛び去る。ジンジャーブレッドマンをとうとう捕まえられないと分かり、なすすべもなくただ見つめていました。一方カモメはこの賢いクッキーを誰にも奪われない場所へと飛んでいきます。ジンジャーブレッドマンは強い風の中必死で捕まっていました。カモメさん、もう少しゆっくり飛べない？風に飛ばされて落ちそうだよ。落ちてもいいんだぜ。落ちたらお前さんを口で掴んで飲み込んでやるぜ。その時ジンジャーブレッドマンは強い風に耐えきれず落ちてしまいます。カモメがジンジャーブレッドマンを食べようとしたその時、大きな雲が立ちはだかります。ジンジャーブレッドマンはどこだ。邪魔な雲だな。あっち行けよ。幸運にもジンジャーブレッドマンは柔らかい雲の上に落ち、はしごのように雲から雲へと飛び移り、再び地上に戻ってきました。一度も振り返ることはなく、着地するとすぐまた走り出しました。走れ走れ、全力疾走だ。魚屋さん、猫、犬、ネズミ、カモメにも捕まらなかったんだ。誰にも止められないぞ。だって僕はジンジャーブレッドマンなんだ。丈夫なクッキーでよかった。まだ戦えるよ。ジンジャーブレッドマンは走り続けます。もし足元を駆け抜けるジンジャーブレッドマンを見つけても邪魔をするのはやめましょう。だって彼はジンジャーブレッドマンなのです。誰にも彼を止められません。でもまだ走ってるよ。まだ走るよ。